ットボールさんから、はい、差し入れ的なものをいただいて、あ、本当ですか、いいんですか、タイの選手さんにちょっといただいてるんです、本当ですか、なんで俺じゃねえんだよ、おい、え、すごい、うわ、すごい、見てください、皆さん、こちら、僕のアイコンと僕の愛用キャラクター、ダイナマイト小林おめでとうございます、のおじいりで、まず MKR ですから、ね、僕はあれですね、タモリさんとか、ああいいね、うん、呼ぶか、うん、MKR 以外に入る方があるもんね、まあスパイギアさんとか、あ、さんまさんとか、ああそうだね、他にいいよ、ね、宮古さんとか女性ゲスト、うん、愛の聖地とかまあ、たけしさんとかビッグスリードドンチュイーンドドンチュイーン、これダムリだ、できねえわこれ明けましておめでとうございます2023年ね、あのレッドブルーゲーミングの今後のね発展と、はい、ご健勝をお祝いしまして今日頑張りたいと思います。とんちゃです、よろしくお願いします。格闘ゲーマーの黒人と申します、よろしくお願いします。黒人さんってどんな方かっていうのを紹介して、どういう方かっていうのは、まあでもちゃんと言ってる、本当ですか、なんかまあまあ、売れかけてる人っていう感じのイメージ、そうだよね、はい、見せてやろうぜ、やっぱ草薙の拳を、うわー、くらえ、ただもう格ゲー配信会の人ちょっとこう言ってたらもう必ず入る方なんで、やっぱその方に勝利できるっていうことはやはり最高のね、うん、絶頂を今日迎えるんじゃないかなと思って、僕はもう楽しいですよ、もう最新の一発ギャグお願いします。どんちゃん負けたよ、なんでこれ聞いてた、考えらんないっすこれマジで考えらんないっすよ。いや一発ギャグはね、あれはちょっときつかったね、あれ無理っすよ、格ゲー特に無理っすよ絶対いや俺も抑えた何も言えないっすよ、格ゲーやってなくても絶対言えないの、はい、いやもう面白かったっすね、もっとやりたいっすね、もうまでございました、ありがとう班長、愛の先生、国人さんも全ての人に Thank you so much、 打足さんでーす、おっしゃー、あ、どうもお願いします、お願いします。打足さんでどんな方なんですか。まあね、借金もしながら犬を購入した人っていう、まあ、そんなイメージです、ね、はい早くしてよ。まあ繁盛くんに煽られて普段の3倍ぐらい大きい声出てたんで、そこら辺期待していただけたらなと思います、はい、ぜひ見てください。なんでやったことあんまないものやるのちょっと待って、わかんねえんでどうしたらいいって、あ、逃げられてる、どこ行った、いや、バカにしてるのかい